大空翼、日向小次郎をはじめとする日本サッカーの黄金世代が集結した全国中学生サッカー大会は、激闘に次ぐ激闘の末、南葛中と東邦学園の同時優勝で幕を閉じた。そしてそれは新たなる始まり、黄金世代の新たなる挑戦の始まりであった。なんだって、フランス国際ジュニアユース大会が中止？ええ、はい。そんな、わかりました。急ぎ本部に戻ります。片桐君、今の電話はフランス国際ジュニアユース大会が中止とはどういうことかね？はい、まだ詳しいことはわからないのですが、全国中学生サッカー大会後に我々が参加予定だったフランス国際ジュニアユース大会が中止になったとの発表があったそうです。また同時に新たな大会、ジュニアユースワールドチャレンジがアメリカで開かれることも発表されたと。それは、それで新たな大会の運営からサッカー協会本部に大会への招待の知らせがあったので、早急に情報収集に当たってほしいとのことです。三上さん、一緒に本部へ向かいましょう。ああ、ふう、片桐君、ひとまず集めた情報を整理しよう。はい、まず新たな大会、ジュニアユースワールドチャレンジは再来月に開催されるということです。その大会の参加国ですが、フランス国際大会に出る予定だったいくつかの国が参加を辞退、代わって多くの国が新たに参加しています。主なところで言いますと、開催国のアメリカ、アフリカのホープセネガル、伝統の強豪国オランダ、そしてサッカー王国ブラジル。厳しいな、強豪ばかりじゃないか。それにしても、あの噂はそういうことだったのか。噂ですか？ドイツから帰ってくる直前、向こうのサッカー協会関係者が話していたんだ。フランス国際大会に招待されていないことに不満を持った国々が協力して何か計画しているらしいとね。しかしそれはフランス国際大会への参加を求めることだろうと彼らは言っていた。それがまさかフランス国際大会が中止、さらに新たな大会の開催だったとは。またフランス国際大会前の来月中旬に日本代表の強化試合として予定していたイタリアなどのジュニアユースチーム、そしてドイツとオランダのクラブチームからも試合をキャンセルしたいと協会に申し込みがありました。おそらく向こうの協会が代表強化のためにスケジュールを変更したのだろう。それらの国だけではなく、フランスなど他の国々も同じようなことを考えているに違いない。我々はフランス国際大会の参加国を前提に戦力を分析し代表強化策を練ってきましたが、新たな大会は間違いなく我々の想定を大きく上回る激戦が続くことになりますね。その通りだ。いかに大空翼や日向たち黄金世代が育ってきているとはいえ、我々の見積もっていた戦力で新たな大会を戦うのはかなり厳しい。我々はもともと全国中学生サッカー大会終了後に代表候補選手を選んで合宿を行い、そこで代表選手を選抜、その後欧州に遠征し強化試合を行ってフランス国際大会に臨む予定でした。しかし強化試合がキャンセルとなれば欧州遠征は中止せざるを得まい。となると全国中学生サッカー大会終了から新たな大会まで1ヶ月以上も期間が空いてしまう。我々は外国の強豪と試合をすることで選手たちに刺激を与え成長を促すつもりでしたが、今から他に強化試合の相手を求めるとなると。
かといって国内ではそれほどの競合は多くありません。空いた1ヶ月を有効に使えるとは言い難いです。片桐君、時間はないが我々も代表の強化策を練り直さねばなるまい。はい、日本サッカーの成長にとってこのチャンスを逃すことは絶対にできません。1年も2年も随分気合が入ってるじゃないか。当然ですよ。東邦学園サッカー部は全国中学生サッカー大会で優勝してナンバーワンになったわけですからね。みっともない試合はできません。次の目標、連覇に向けて頑張らないと。そうだな。あれ、そういえばヒューガさんは？まだ部室じゃないか。ヒューガさん、優勝して満足したのかな？いや、ヒューガさんが満足なんてするわけないさ。すでに次の目標に向かっている。そうですよね。ヒューガさんなら高校生になってもきっと日本一に。大変だ。今までは追う側だったが、全国ナンバーワンチームになった今、これはもう不要だ。これからは追われる身だが、俺はこれからも俺のサッカーを貫く。ニューヒーローリーグ？なんだそれは。はい、来月アメリカで開かれることになったジュニアユースの国際大会に日本も参加することになったんですけれど。その大会に出場する代表選手を選ぶために開かれるエキシビションのリーグ戦のことだそうです。なるほど。つまり代表選考会みたいなものってことか。はい、サッカー協会からそのリーグ戦への参加要請が来て、学校もそれを受けたと監督代行から聞きました。で、そのリーグ戦は俺たち3年生も参加できるのか？はい、1年生から3年生まで誰でも大丈夫だと。そうか、代表選考か。なあ、それもち、どんな学校が参加するかは聞いたか？全部は聞いてないけど、南葛とか富良野とか全国の強豪校が参加するって言ってたな。南葛が？ってことは翼さんも？ああ、間違いなく出てくるだろうな。リーグの組み合わせ表ってもうできてるんですかね？どうだろう、後で監督代行に聞いてくるよ。ヒューガさん、タケシ、部員を全員集めてこい。すぐにだ。はい。というわけで、そのニューヒーローリーグってやつに東邦学園サッカー部も参加することになった。このリーグ戦は代表選考がかかっているとはいえ、あくまでもエキシビジョン、公式戦じゃない。だがこの前の全国大会で俺たち東邦学園は優勝した。つまり俺たちは全国ナンバーワンのチームだ。ならばたとえエキシビジョンであっても負けるわけにはいかねえ。そうだろう、みんな。はい。この2年間、俺たちは打倒南葛を目標に厳しい練習を積んで試合を戦ってきた。しかし王者となった俺たちのこれからの目標は違う。新しい俺たちの目標、それは王者として全ての相手に勝ち続けることだ。だからこのニューヒーローリーグ、俺たちは必ず全勝する。東邦学園の勝つサッカーをもう一度日本中に見せつけるぞ。
いいな。はい。ニューヒーローリーグの概要と組み合わせ表もらってきました。よし、見せてみろ。そうか、全部で14チームの参加で7チームずつに分かれてのリーグ戦なんだな。東邦学園のリーグにはどこが入ってるんだ？南葛、武蔵、富良野。代表選考を兼ねているってことは、おそらく力が近い相手を同じリーグに置いているんだろうな。こいつらを相手に全勝か。歯応えのある奴らばかりで戦いがいがある。楽しみになってきたぜ。キャプテン、実は思ったことがあるんですが。なんだ？全国大会の決勝戦、俺たちは翼が率いる南葛と互角に戦い、両校同時優勝を果たしました。今回のリーグ戦、俺たちと南葛の試合は最終日の最後の試合です。それまでには翼の怪我も回復しているでしょう。それを考えると、俺たちはもっと実力をつける必要があります。若島津の言う通りだ。翼の怪我が治れば、南葛の力はもう一段も二段も上がるはずだ。さっき俺は打倒南葛は目標じゃないと言ったが、リーグで全勝するためにはやっぱり南葛をどうにかしなきゃならねえか。ヒューガさん、提案があります。なんだ、言ってみろ。ベストの南葛に勝つためにみんなのレベルアップが必要なのはもちろんですけど、もう一つチーム力を上げるために新戦力、新しい選手を入れるのはどうでしょう。東邦学院には僕たち1軍の他に2軍や3軍にも選手がいます。彼らの中から一人でも戦力になってくれれば。それはいいな。俺たちにとっても下から選手が上がってくれば大きな刺激になる。ああ、チャンスがあれば2軍や3軍の選手もみんな必死になるだろうな。ええ、ですからそういった選手を集めて選抜テストをするのはどうでしょう。なるほど、いいかもしれねえな。よし、たけし、一回監督代行に話をしてみてくれ。はい、わかりました。戦力の底上げか、たけしも考えたな。もちろんそれも重要だが、今のたけしの提案、俺たちにとってもう一つ大きな意味があると俺は思う。え？それは来年以降のことですか？ああ。どういうことだ？今の主力である俺たち3年生はもうすぐチームを抜ける。そうなると新チームを支えるのはたけしだ。だが俺たちが抜けた穴を一人で埋めるのはさすがに難しいだろう。そうだな、いくらたけしでも一人では荷が重いよな。だからたけしと一緒に来年以降の東邦を背負っていくメンバーを見つけて育てておかなきゃならない。そういうことだ。来年は王者として追われる立場になるんだからな。そうか、そうですね。それも名門校の上級生の義務ですね。大会自体はエキシビションでも国際大会の代表選考会も兼ねているから、参加選手のモチベーションも高いだろうし、新しい選手にレベルの高い戦いを経験させるいいチャンスのはずだ。もちろんそれもあるけど、俺の狙いは東邦学園のことだけじゃねえ。たけし個人にとっても大きな意味があるはずだ。ヒューガさん、監督代行に話をしてきました。いい提案だと思うので早速実行に移してほしいと。よし、それじゃあたけし、全部員を集めろ。はい。
2軍3軍のみんな、これから1軍昇格をかけた選抜テストを行う。一次試験は1軍のレギュラーメンバー小池たちを相手にした1対1の勝負だ。ここでの結果を見て二次試験に進めるかどうかを決める。いいかお前ら、急な話だから準備できていないとか言い訳するんじゃねえぞ。いついかなる時も一軍に上がることを考えて日々の練習をしていれば全く問題ないはずだ。さあチャンスは目の前にあるんだ。気合を入れろ。はい。この程度のフェイントに引っかかってどうする。もっと裏を読め。動きが単調だぞ。相手に読まれてるから簡単にマークされるんだ。まだまだ、試合本番のタックルはこんなものじゃないぞ。みんな目の色を変えて頑張ってますね。そりゃ一軍昇格がかかってるからな、必死になるさ。ですけどさすがに力不足は感じますね。いえ、そうとばかりは言い切れませんよ。ん？小池さんと一対一をしているあの一年生を見てください。そこだ、もらった。まだまだ、その程度じゃ。何？こいつ！ほう、やるじゃないか。小池からボールを奪うなんてなかなかのテクニックだ。ですよね。1年生ってことはたけしの知り合いか？知り合いというほどじゃないですけど、入部したての時に何度か話をしたことがあるんです。名前は若島津。あの1年生チェックしておけ。はい、わかりました。よし、みんなそこまでだ。これから名前を呼ばれた選手は残れ、選抜テストの二次試験に入る。二次試験は一軍レギュラーの中に入っての紅白戦だ。ここでのプレーを見て最終合格を判断する。しっかり頑張れ。久しぶりだね。それはまだ早いよ。この選抜テストに合格しなきゃね。でも同じ学年の人が二次試験に残ってるなんてやっぱり嬉しいよ。今の一軍に1年生は僕だけだったからさ。君のポジションはフォワードだったよね。知っての通り東邦学園は競争の激しいチームだ。技術はもちろん、コーチたちに認められなければ一軍に上がることはできない。だけどそのチャンスが今目の前にあるんだ。それをぜひ生かして勝ち抜いてほしい。お前はたけしと同じチームだ。同じチームだって。よし、君のプレーを僕が生かしてみせる。ここで君が選ばれることになれば1年生がもう一人加わることになるからね。一緒に頑張ろう。
よし。くらえ！
残念ながら二次試験を合格できたのは一人だけだった。だがだからといって失望するな。これからもチャンスは何度となくある。次こそそのチャンスをものにできるように毎日練習に励むんだ。いいな。よし、それじゃあ今回の選抜テストで残った選手を発表する。よくやったな。さすが、俺からボールを奪っただけのことはある。よろしく頼むぜ。期待してるからな。俺がキャプテンのヒューガだ。実はもうすぐ新しいリーグ戦が始まるんだが、そのリーグ戦に参加するにあたって新たな戦力を探していてな。今回の選抜テストはそのためだったってわけだ。お前も知っている通り、俺たち東邦学園は全国大会で優勝した。つまり俺たちは王者だ。どんな強豪と戦うことになっても負けることは許されねえ。その負けられないチームの一軍に入ったんだ。練習も試合も決して楽なもんじゃねえ。だがその分得られる経験は下で練習してる何倍にもなる。それにそのリーグ戦は今度やるっていう国際大会の代表選考も兼ねてる。活躍次第ではもしかするとってこともある。いいか、今持てる力を振り絞って俺たちに食らいついてこい。プレーは強気なのにどうした？大丈夫だよ、一緒に頑張っていこう。よし、それじゃあ俺たちも早速練習を始めるぞ。目標はもちろんニューヒーローリーグの全勝だ。みんな行くぜ。